次は汚しの塗装に入ります。汚しの塗装にはこちらのミスターウェザリングカラーを使用しました。色数も増えて汚しの定番になってきた塗料かなと思うんですけれども、従来ある墨入れ塗料との違いであったり、墨入れ技法にこちらをどのように使ったらよいのかちょっとわからない方もいらっしゃると思います。今回はオイル汚れやホコリ汚れの、実例を通じまして、私なりの使い方をご紹介したいと思います。Thank you.